本日はゴービトゥインズ展子供を通して見る世界にお越しいただきありがとうございます。本展は世界各国から26組のアーティストによる作品を通して子供が生きている世界、そして彼らの環境を取り巻く問題に目を向けています。ゴービトゥインズとは媒介者、間をつなぐ人という意味の言葉で19世紀末に活躍した写真家、 ジェイコブ・エーリーーースがニューヨークののの移民の子供たた。ちをこのように呼びました英語が不自由でなかなか米国社会に溶け込めない両親のために通訳としてさまざまなつなぎ役として大人と子供、祖国とアメリカという異なる文化を行き来する子どもたち貧困の中で必死に日々を生きるその姿は子供が持つ果てしない可能性を感じさせるとともに 社会の問題点を浮き彫りにしましまた「文化を超えて」と題した第一セクションではアメリカのフォトジャーナリズムを生み出したリースたちの作品をはじめ多文化の中で生き抜く子どもたちの姿をご覧ください。1849年デンマーク出身のジェイコブ・エイ・リースは21歳でアメリカにやってきました。 新聞社の記者として働いていたリースは、貧困に苦しむ移民たちの姿を目の当たりにし、彼らを対象に密着取材を始めます。スラム街に住居を構え、真実の姿を写真に収めようとしたのです。本店では、その中から子供に着目した写真をご紹介しています。リースは、全米各地の講演会で作品のスライドを見せ、 移民の子供を取り巻く惨状を訴えました。この活動は、やがて、当時のルーズベルト大統領の政策にも影響を与えます。次に、子供からの搾取という社会問題に取り組み、アメリカを変えたとまで言われている写真家、ルイス・ W ・ハインの作品をご紹介します。集合写真が多いのは、 大人の目の届かないタイミングで子どもたちを集めて撮影したからです。これらの写真がきっかけで児童労働法が設立されるなど、社会に与えた影響はとても大きいものでした。宮武東洋は1895年香川県出身。1923年にはロサンゼルスのリトル東京に写真館を構え、 著名人の肖像写真やロサンゼルスオリンピックの記録写真などを撮影し写真家として人気を博していました。1941年真珠湾攻撃が起こりアメリカ国内の日本人と日系アメリカ人11万人以上が強制収容所へ送られました。宮武もカリフォルニアのマンザナー収容所へ送られてしまいます。 私物の持ち込みは厳しく制限されていましたが宮武は収容所の様子を記録しなければならないという使命感から密かに持ち込んだレンズでカメラを手作りしましたその後カメラマンとして公認され収容所の生活を撮影しました魚屋や床屋があったりレクリエーションも充実しており当時の日本に比べて 圧倒的に豊かなアメリカの生活を見ることができますがあくまでも自由のない鉄条網の中日本とアメリカの間で揺れる日系人たちの心の不安定さが伝わってくるようです作者のキム・インスクは1978年大阪生まれの在日コリアン3世です高校まで朝鮮学校で学び 現在はソウルを拠点に日本とお行き来しながら活動しています本編では文化を行き来しながら生活する子どもたちの姿や等身大の在日コリアンの日常を捉えた作品をご覧くださいそれではここでキム・インスク自身の言葉をお聞きください 左手の壁に見えるあの家族のポートレート作品は。サイエソを狭間からという作品になります。で横に見える三角柱の作品がスイタワーズと言って学校の子どもたちの日常を。あの撮影した作品になります。私はこの作品によって。 在日画っていうのを説明するために作品を作っているというよりは自分が人から見られる時に「何人ですか?」ってキムさんっていう名前なのでよく聞かれる時に国籍とか国籍も母が日本人で父が在日で朝鮮学校にいると3つの国が私の中のベースにあるのでなんかどれか一つをいつも聞かれたりこう他人が。 一つで見た時と自分がいくつもあったりっていうこの誤差から作品を作ることが始まってましてであの在日って一括りによく言われるんですけどもうアイデンティティがあまりにも様々で私も一つでこう説明できないくらいなんですが私はその中でも日本で一応コリアというルーツを意識しながらあの国籍学校 韓国であったり朝鮮っていうあの在日登録上の席だったりあと日本にも帰還なさっている方もいらっしゃるんですけれどもそのコリアのルーツをちゃんとあの認識しつつこう代々それを子どもに伝えていきたいと思ってらっしゃる方の代々変わっていく意思とかその思いとかその文化背景の,そのコリアがどんどん背景として変わっていく様子とかを 見せて家族とか学校とかどこの国にでもある皆さんが経験なさる同じ立場からその在日っていう人くくりの中にある多様な日常を見てほしいと思って制作をしております。1976年生まれ、中国出身のジャンオは現在ニューヨークを拠点に活動しています。急激な経済成長と 生活の変化が進む中国社会の矛盾や不確実な未来に着目する作品を制作してきましたここで展示されているシリーズは中国からアメリカへ養子として海を渡った少女たちとアメリカ人の父親との家族写真です中国が1992年に国際養子縁組の規制を緩和したことにより多くの子供たちが外国人家庭に引き取られました。 そのほとんどは女の子です国や人種の境界を越えて新しい文化と家族の下で子供たちのアイデンティティは作られていきます社会がグローバル化によってさまざまな変化を遂げている中家族の形もますます多様になっているのですこのセクションのテーマは自由と孤独の世界です 子供時代特有の寂しさや孤独感とともに、子供だけに許された自由な世界に注目します。子供の時間と題する小西純也の作品は、よくある無邪気な子供を被写体にした写真とは雰囲気の違う不思議な世界観のある作品です。自分の子供の頃を思い出してみてください。おままごとをしているときやヒーローになりきっているとき、 想像の世界の住民になり現実世界のすべてを忘れて過ごしませんでしたか子供だけが持つ孤独が与えてくれる贅沢な自由の世界それは大人になった私たちにも何かのヒントを与えてくれる大事なひとときかもしれませんここで作者小西淳也の言葉をお聞きくださいこの写真の 撮り方については基本的には自分の子供やその周辺の友人たちとか割と身近なあの距離にいる子たちにあるいは家族に声をかけさせてもらって、えー、撮影をさせてもらいましたどちらかというとやっぱり極端な言い方するとどうだろうシンディ・シャーマンとか。 ああいう昔のステージフォトに近い感じでこの構図でこういうふうに見せたいっていう思いはなんとなくあってそこでプラスその場でのこうアクシデントっていうかそれはまあ子どもたちの表情であったり動作であったり仕草であったりっていうようなところでまあ撮ってったというようなものですね。ねねあとと撮影のののころで一つ注意をしていいるはは極力子も目線よりも極端には上がらないできれば 同じかそれよりも下かっていうところで、あのカメラアングルは捉えるというのはちょっと気をつけていたところですね。子供にとって家とかその部屋とかっていうのはやっぱり守られた空間みたいなところがあるじゃないですか。よく言えば自由だし、悪く言えば勝手気ままになるその自分なりのルールっていうところでいろいろこう遊んでる部分があって。 自分の世界じゃないですけどで多分そういうところはそのなかなかこう人が邪魔して入るようなところでも決してないところで自分が自分中心の自分が一つの国の主じゃないですけどそういう中で自分の中の秩序で自分の身の回りをこう再構築していくというか大げさですけどそんな感じです。<laughs> 大人になった私たちが子供時代を振り返るとき、楽しいことばかりではなく、トラウマになるような経験も蘇るかもしれません。ここ第3セクションのテーマは、社会の中で子供たちが直面する痛みと葛藤の記憶です。まずは、クリスチャン・ボルタンスキーのシャス高校の祭壇。肖像写真に写るのは、1931年に、 ウィーンのシャス高校に在籍していたユダヤ人の高校生たちですその後に起こったユダヤ人迫害や虐殺を思い起こさせるような不安が作品から感じられぼやけた表情にはおぼろげな記憶が映し出されているかのようです名もなき若者たち忘れ去られていく記憶はっきりと見えない曖昧な肖像写真は 高校生たちに降りかかったであろう悲劇と時代に翻弄された彼らの尊い命を思わせます。トレイシー・モファットは1960年オーストラリア生まれのアーティストです。作品一生の傷シリーズは子供時代のトラウマになるような体験を表現した作品です。家族や友達からの辛辣な言葉や心ない行動。 時には過剰なまでの愛情など子供時代に経験した痛みの記憶を見ることができます安全で愛情あふれる場所としての家族のイメージは裏切られ隠されたタブーが暴かれます空高くシリーズは先住民であるアボリジニと白人移民が共存するオーストラリアの辺境の地で撮影されましたオーストラリアでは 19世紀後半から1970年頃まで、アボリジニの子供を親から引き離し、白人家庭や寄宿舎で育てるという政策が公然と行われ、それは盗まれた世代と呼ばれています。幻想的な物語の中に、過去の暗いイメージが浮かび上がります。このセクション、大人と子供のはまででは、 思春期の子供のイメージを通して、大人と子供の境界を行き来する子供の性質に注目します。菊池智子は北京を拠点に活動している作家です。ジャーナリスティックな視点で社会の変化を意識させる作品を作り続け、2012年度には木村伊平写真賞を受賞しました。ここで作家の声をお聞きください。 中央の画面は、えっと、今回の作品で明鏡という名前です。この作品は、重慶に住んでいるティーンエイジャーの心の様子を映しています。周りの壁に映された映像は、傷城という名前で、城は中国語で都市の意味です。訳すと傷ついた都市という意味になりますが、この映像は、えっと、明鏡を撮っていた同時期に撮影していた、えっと、重慶の風景で、急激な発展の中、移り変わる風景を。 捉えていますあの子は何て言うのかなある意味私が今まで会ってきたその中国の若者の特に1990年代に生まれたこの中のある意味中国社会のありとあらゆる矛盾を一挙にこうなんかう体に抱えて生きてる子だなってずっと思ってて、まあ、そういう人って会うのってものすごくやっぱり少ないんですねそういうその全部をこう一つの体にこう抱えて生きてるっていう。 でまあ、彼女はまあ多分性同一障害みたいなのを抱えてまあ生きてきているわけですけど、まあ、それまで私が「ドラッグクイーン」を撮影した時っていうのはある意味こう抑圧の時代に生きている人たたちだったんですねである日突然重慶に行ったら全然その空気が一変していたっていうでもうなんかゲイなんて別に当たり前でみんなもうゲイでもバイセクシャルでも何でもありみたいな10代の子たちが例えばドラッグクイーン今までだったら。 抑圧の時代に生きてきたからこう隠れるように生きてたんですけれどももう重慶ではみんな堂々と女装をしてもうそのままこう謳歌して生きてるみたいな感じで,ですごくそういう絵がショッキングだったんですね。でまあそれをやっずっと撮り続けていく過程でまあ彼女が現れてそのドラッグクイーンとそのレズビアン彼女はある意味レズビアンでもバイゼクショナルでレズビアンでもあるんですけど男にしか見えない女の子っていう組み合わせがすごく増えてきて。 でそういうい意味である,ある意味こう性の概念というのがもう一変この数十この5年ぐらいですごい一変したっていう部分があってその中国社会が。彼女たちは多分1990年代に生まれてる子っていうのはその親の世代が中国の社会変化で急激にこう性が解放された時期に結婚して子供を産んだ人たち。 そういうい親がこう浮気をしたりとか家庭が崩壊していくうちに育った子たちにとって男と女の関係っていうのはなんかこう,うさんくさくて信じるに値しないものでありだったらなんか自分が本当に実感できる人がいれば男だろうが女だろうがそんなことは関係ありませんっていう若者でまあ彼女もその中の一人まあ彼女は性同一障害みたいなのがちょっとあるんですけれどもまあそういう一人なんですね。 大型のスクリーンが壁側に、それと向き合うように小型のスクリーンが天井から吊られています。映し出されているのは、様々な人種が入り混じったスウェーデンの高校生たち。まさかあんな表情が撮れると思わなかった、と作者が言うように、ビデオカメラを向けると、彼らはこの年齢特有の、自意識が現れた独特の表情を見せます。 自己顕示欲が強く、時には生意気にも思える若者たち。うちに抱えた不安と自信との間で揺れながらも、この作品のタイトルである明日を担っていくのは、まさにこの若者たちなのです。この作品の面白いところは、見ている私たちが動くことによって、スクリーンの見え方が変わる点です。それはまるで、 未知なる明日に向かって変わっていく若者を象徴するかのようですぜひ体感して楽しんでみてください作者近藤明野の声をお聞きください正面のスクリーンではキヤキヤというアニメーション作品を上映していますその右側の壁には待ち合わせという漫画作品を展示しています私はキヤキヤに限らず 子のの頃の思いい出から作作品を作ることが多いんですねそれでこの「キヤキヤ」に一番深く関わっている子どもの頃の思い出というのがあって幼稚園生ぐらいの頃のことなんですがいつも行っているかかりつけの病院に行くたびに読む絵本があったんですね。である日それを読んだら1回だけ結末が違かったことがあるんですね。でそれがすごく不思議な体験としててて覚えていて なんとなくいつか作品にしたいなって気持ちがあったんです。それでその後にあの渋沢達彦の少女コレクション助説っていう本を読んでいたら胸がキヤキヤするという言葉が出てきたんです。でその胸がキヤキヤするっていう言葉は初めて聞いた言葉だったんですけど意味としては何かを思い出しかけていてもどかしくだけど思い出せなくて。 ちょっと不安だけどなんか心地いいような気持ちちょうどデジャブを体験した後みたいな気持ちを胸がキヤキヤするって表現するという言葉を知ったんですねでその言葉を知った時にその絵本の思い出が形にできるかなと思って制作しました子供の時にすごく怖い目を見たんですねなんか町の人がどんどん殺されていってそれが 体中納豆が張り付いたような気持ちの悪い怪人に殺されていく夢なんですけどとうとう私のうちにも来たっていう夢を見たんですそれでその怪人が夢の中で来た瞬間バッて映像が止まって夢の中にタイトルが出たんですね文字のでもそれが漢字で書かれていて幼稚園の私には読めなかったっていう思い出があるんですそれで読めない文字だけどすごく印象的な文字で 本当は子供だから漢字も知らなかったはずなのに出てきた文字なんですよ。そういう風に何だろう文字っていうのは絶対に読めなくてもいいんじゃないかなと思ったんですね。でタイトルのキアキアもそのロゴをデザインするときにあんまり読めなくていいかなと思ってわかるようなわからないような風にデザインしてます。子供たちが無邪気に何を食べたか。 誰と一緒にいたかなどいろいろなことを話しています。でもその話は所々曖昧で、どうやら自分がお母さんのお腹の中にいた時のことのようです。作者の塩田千春は1972年大阪生まれ、現在はベルリンを拠点に活動しています。記憶をテーマに、 かつてあった場所や人々の存在を連想させるような作品を数多く作ってきました。どうやってこの世に生まれてきたのと題されたこの映像作品は、彼女自身の娘が体内の記憶を話し出したことをきっかけに制作しました。作品の中で話しているのは、香川県丸亀市とベルリンの保育園に通う3歳までの子供たち。 現実と想像が交錯する中、子供たちは、この世とは違う生まれる前の世界での経験を生き生きと語っています。ここ第5セクションでは、現実世界と空想世界を行き来する子供たちに迫ります。ウォン・ソン・ウォンは、写真をデジタル技術でコラージュし、おとぎ話のような世界を作り上げます。イメージを思いつくと、 韓国中を旅しながら求める風景を見つけ出して撮影するという彼女膨大な時間と場所の集積が作品にリアリティを与えています「7歳の私」と題するシリーズにはウォン自身が7歳の頃に感じていた不安な気持ちが投影されていますではここで作家の声をお聞きください My age of seven. 「7歳の私」シリーズは母親を探している7歳の少女の物語です私はこれまでいつも不安な気持ちに悩まされていましたがその感情は一体どこから来るのか分かりませんでしたでもある日自分の心の中にいる傷ついた少女の存在に気づいたのですそして子どもの頃家族からのけ者にされ この不安な気持ちとともに育ってきたことを思い出しました。それ以来、不安な感情を持ち続けていましたが、ずっとこの感情から抜け出したかったのです。私は、自分の中の傷ついた少女に新しい記憶を与えてあげようと思い、母親を探す少女について、おとぎ話の作品を十一点作りました。母親というのは、安心感の象徴です。 これは、私自身を傷ついた記憶から解放するという試みでもありました。この新しい記憶が、私の不安な感情を取り払ってくれることを願っていました。私が7歳だった1978年当時にあったような、家や村、遊び場所を見つけるのは大変でした。でも、それらを何とか見つけて写真に収めていくのは、とても楽しい作業でした。 写真を撮ることや、子供時代のものを探して旅をするということで、すでに私のセラピーは始まっていたのだと思います。不安を感じている子供は、ほとんどが家族の問題に直面していると思うんです。様々なメディアで、こういう社会問題がよく取り上げられていますが、さして進展していないように見えるし、子供にとって何か助けになっているとも思えないんです。 このような問題はありのまま目に見える形でアートというカテゴリーでそしてゴービトゥインズ展のような展覧会を通して取り上げられるべきだと思っています。視覚に訴えることは言葉よりも強くそして他の何よりも長い時間心に残ります。こうした心に傷を負った子どもたちの恐怖や怒りを 私の作品を見てくれた人たちが共有してくれればいいですね。ただ子どもたちのそばに寄り添ってあげることで多くの問題が解決されることでしょう。さあ面白いものが見えてきましたね。地獄りりの始まりです。山本隆之による作品「どんな地獄へ行くのかな?」はまず 子どもたちとのワークショップを行うことからスタートします子どもたちはそれぞれが思い描く地獄の模型を自由に制作しましたではここで作家の言葉をお聞きください熊野肝心十回図という地獄絵があってそれぞれの地獄っていうのが罪と罰が対応していてこういうことをした人はこの地獄に行くよとかこういうことをしたら ここですよって決まっているっていうのをまず見てもらってだけどその絵自体が地獄が巡る場所として描かれていてで巡った挙句最後は橋があってなんかすごくこういい人っぽいホーリーマンみたいな人がいて「お疲れ様でした」みたいになって全員そななねその絵を子どもたちに見せてじゃあ自分のクラスの友達たちは。 天国にストレートに行くかなっていうと「いや行かないよね」ってなってじゃあやってみようっていうので新しいいい地獄を作るるっっててう風にやっているんですね、うん、でしかもこれが地獄が例えばあの火星とか例えばワークショップで子どもたちと一緒に火星人を作ってみようみたいなワークショップだったりしたとして人類が火星に行った時にその火星人多分いないですよね子どもが作ったやつは。だけどこの地獄の面白い僕が地獄が面白いなと思ったのは行って確認できないんですよね。 うん、もう死んでだからってことは本当にあの地獄があるかもしれなくて全部ハート地獄とかそのライオンに乗ってもすぐ落ちちゃう地獄とかが本当にあるかもしれなくて鉄棒で押した人が本当にその地獄行っちゃうかもっていうのがゼロにならないっていうかその可能性が調べようがないからで本当のことかもしれないでそれを作った子たちも多分やられて嫌なことだったりとかに対する復讐だったりとかその。 親からや先生から言われてることのモラルを反映したような押し付けられてるモラルみたいなものを反映したような地獄を作ってる子もいろいろいるんだけど自分がその地獄に行くかもしれない危険性があるっていうのがこうただ「わーい」って自由にやってるんだけどそれが地続きになってるっていうかその世界今進んでる世界とっていうのが面白いなと思って地獄にしたんだと思います子どもたちが何かについて意見を出し合っていますね。 色や形について、そしてある女の人の話をしています。その人がどんな人で、その身の上に何があったのか、議論は白熱します。実は彼らは、有名なピカソの作品、泣く女の複製画を見ているのです。この作品は、様々なことを教えてくれています。ピカソを知らなくても、 美術の知識がなくても子どもたちは自由な発想によってあらゆるものを読み取っていきます物事の表面だけではなくその先の見えないものにまで踏み込んでいく力今大人の私たちにその可能性が戻ってきたらどんな未来が開けるでしょうか時々子ども時代に戻って現実を超える旅ができたら 世界はもっと自由で魅力的な場所に変わるかもしれません。GoBetweens アコースティガイドオーディオツアーはこれで終わります。ガイド機は返却口へお返しください。本日はありがとうございました。